いわゆるその今三橋さんがおっしゃった10年間ですとか12年間、例えば僕がカミングアウトをしていない会社の同僚とかの話題に上るぐらいの世間の話題になったっていう感じのレベルの話題にどういうことが性的マイノリティが乗っかってきてるのかなって自分で振り返ると、やっぱり金八先生の上戸彩が衝撃的なデビューをした、はい、性同一性障害がかなりトピックとなって取り上げられたシリーズが高視聴率となり、第6シリーズ、はい、でもそのドラマの影響でいろいろなことがまあ、そのドラマの影響で性同一性障害がぐっと増えるんですでその後は尾辻さんの選挙とかも、まあ、2007年あたりにあったりするんですが、世間の話題というか会社の同僚が知って喋るという状態にはなってませんでした、はい、でその翌年ぐらいにラストフレンズが、ラストフレンズが2008年です、はいはい、あの時にはかなり話題になってました、はい、もう特に今大学生ぐらいの子っていうのが私のリサーチだともう5割近く見てますね、特に女の子、うんすごいブームだったんですけども、平均視聴率に 10% だったんですけども、うん、その10代女子、10代ティーンエイジャーのハイティーン女子ってこうあれすると多分、うん、50% 近いと思う、はい、すごい影響だった。あれでまた FT レズビアンがみんな FTM だと思ってドット病院に行くようになったという精神科医が大儲けというパターンですね、うん圧倒的に同性愛絡み の, まあ、メディア露出というのが、まあ、その NHK 教育テレビでハートをつなごうというのが、まあ、ゲイレズビアンシリーズを始めたりしてますけども、ハートをつなごうで、はい、性同一性障害のシリーズと、はい、ゲイレズビアンの、シリーズと回数比べられたことあります？あ、かなり違いますよね。もうめちゃくちゃ違いますよ、はい、それから再放送が違うんですよ、はい、え性同一性障害のシリーズはやたら再放送されるんですけども、はい、同性愛のあれはあんまり再放送されないんですね。ゲイレズビアンもこの前放送されましたけど、それ以前は1年半以上止まってました。でしょ、うん、はい、だからトータルな放送回数だと、はい、多分3倍、4倍違うんじゃないかな、うんうん、だからそれは前から言うようにあの比率考えたらすごいおかしいことなんですよ、はい、人口比率ですね。そうそう、学生によく言うように、これ学生にこのこと言うと学生がすごく驚くんですよ。つまり、ゲイレズビアン同性愛の方っていうのは、100分のいくつかなんだと、はい、100人に5だか3だかはそれ知らないけども、はい、ともかく100分のいくつっていう単位なんだと、はい、それでトランスジェンダーっていうのはおそらく1万人に何人っていう話なんだと、要するに2桁違うんだって言うんですよね、はい、私はゲイレズビアンがトランスジェンダーの100倍いる、そうそう100倍いるってことです、はい、でそうすると大体の学生はすごい驚くんですよ、はい、だってテレビ出てる人ってトランスの人の方が多いじゃないですかっていうね、うん、要するにまあ、せいぜい同じだろうと思うんですね、うん、まあ、せいぜい同じぐらいだけど現実っていうか本当は100倍違う、うん、だけどメディア露出っていうかメディアの取り上げ方っていうものは、うん、少なくともこの10年間はもうまるっきり逆転をして、うん、でそれが一般の人の意識に、完全に反映しちゃってると、うん、でこの間まで大学、某大学のレポートを500本ぐらい、はい、死にそうになりながら2週間で読んだんですけども、その中にまあ、あこれでここで使えると思ったんですけどね、あこれはいい子だ、いいネタをくれたと思ってちょっとプラス点を しようかなと思ったんですけど、そのある男子学生のレポートでその文章、そのできるだけ忠実に言いますと、世間で同性が好きだと言えば、性同一性障害という言葉を思い浮かべる。だけど三橋先生の話を聞いてそれは間違いだということに僕は気づいたというふうに文章がつながるんですけど、その子の認識は世間で同性が好きな人だっていうのは性同一性障害だと思ってるっていうことがもう彼のその論述の前提になってるんですね、うん、
で、だって私にしてみれば同性が好きって言ったら同性そのまま引っ張れば同性愛だろうと思うんだけど、どこから性同性障害なんてややこしい言葉が出てくるんだと思うんだけど、でもそれが今の、あの子は2年生かな、だから19、20歳ぐらいの、まあ、そんなに知的レベルの悪くない、まあ、良くもない、あの真ん中ぐらいの子の、あの認識だとしたら、これはやっぱりちょっとまずいだろうっていうことですね、はいはい、あの私もまずいと思うし、同性愛の方たちはもっとまずいと思わないといけないんじゃないかと。そうですね。だけどそれがあんまり同性愛の方たちの危機感になってないような気がして、それが私がいつもあの歯がゆく思って、思うとこなんですよ、うん、日本ではその、まあ特にメディアですごくドラマで出たのが、上戸彩さんの金八先生と、まあ、ラストフレンズの上野樹里さんが、FTM 女性から男性へという性同一性障害的な描かれ方をしたということで、明らかにあれレズビアンだけどね、まあ、途中まではそう感じさせながら最後に性同一性障害に持っていったみたいな描き方だったんですけども、あのそうですよね。それで、まあ、要するに女の子で女の子が好きな人は私は男なのっていうふうに思って、あの実際あのジェンダークリニックに行って性同一性障害なんじゃないかと思うという比率がかなり統計的にももう実際出ているという、うんうん、そうなんです。統計的にもう日本は今若年層 FTM がもう大爆発で、多分これ国際学会で報告すると、日本は特殊事例だ、特異状態だって大騒動になるぐらい、世界で、MTF3、FTM1 っていうのがまあ世界的な認識なのに、はい、日本は多分今年のもう来週、再来週、再来週の GID 学会で多分 FTM が2、MTF1 ぐらいで出てくるかもしれない。あ、うん、まるっきり逆になって、はい、でそれはまあねおかしいんですけど、ね、やっぱりメディアが与える影響、特に若年層がよく見る高視聴率ドラマが与える影響、ね、若年層にすごい影響が、はい、だからあの今の状態っていうのは、石原のような、老年層っていうか高齢層っていうかは伝統的無理解で、若年層はちょっと違う形ですごく理解が進んでるの。それは理解と言ったらいいのかとか、あの、ね、誤解が進んでるのかもしれない、うん、あの日本に帰ってくると本当に変だなと思うのは、あの何ですか、みんな例えば性同一性障害って言葉みんな知ってるけど、あの GID っていうそんな英語を知ってる人いませんよ、欧米で。欧米でいないですね。性同一性障害なんていう言葉が、あの一般の人口に解釈してるかって言うと全く解釈してない。それは医者が言う言葉だって言われました。そうそう。であのみんなトランスジェンダー、トランスセクシュアル、トランスのことを日本語になってないんだよね、考えてみたら。トランスジェンダーって言っても通じませんね。違いでしょ、はい、トランスジェンダー、つまり性同一性障害としてみんな絡め取られてしまっていて、あの、まあ、人間ってほら、あのどんなものでもさっきも言ったように死体が揺らぐのが嫌だから、自分のこの死体の中で理解できる範囲で片付けてしまえるものならそうやってカテゴライズしてしまいたいものなんですよ。で自分のその思想のパラダイムみたいなのがこう揺らいだり転換したりするっていうのは大変な作業なもんだから、できるだけ今まで知っている範囲の中でそれであの位置づけをして自分で納得して落ち着きたい。わからないものっていうのは、例えば UFO 見てもそうなんだけども、お化け見てもそうなんだけど、なんか今までの知識の範囲内で片付けようとするのが一番簡単な方法であるのでね。じゃあお化けみたいなことだけで、そのいわゆる比喩の仕方は悪いんだけれども、で見ればあのそれ性的少数者っていうわけのわからない存在を、あの欧米ではそのこの40年もかけて30年もかけて一生懸命その性同一性障害ではなくて、あの性的少数者も全くその普通の人と一緒なんだと、つまり自分たちと同じ地平に立っている人たちなんだということで一生懸命その地の組み替えをしてきたわけなんですね。ところが日本、あのアメリカの精神病学会がいわゆる同性愛を精神疾患から外したのは1973年でしたっけ、
73年に外して、つまりそれは何かというと正常だ、まあ、正常という言い方もなんですけれども、そういうふうなものとしていわゆる、まあ、同化してきているんだけれども、いわゆるつまりそういう自分たちの今までの概念と当てはまらないけれども、それをどうにか当てはめようというその知の作業をずっと繰り返してきた。ところが日本でその性同一性障害という話が出てきた時に、その言葉が出てきた時に、みんなわっとそれに群がったのは何かというと、それやると分かりやすいと勘違いしたんですよね。つまりこの人たちは病気なんだと、つまり我々と違う人間なんだ、だから優しくしてやんなくちゃいけないと、だから考えてやんなくちゃいけないっていう風なカテゴライズをしちゃったんですよね、みんなね。そうすると自分はやっぱりそのまま安全でいられて、そしてまたでも病気の人、病気の人はいろんなところにいるから、その中の一つのカテゴリーとして、そういう性同一性障害もしくはそれに類する人たちがいるんだというふうに仕分けしてしまったわけね。そうすると全部、例えば今テレビに出てきている人たち、そのいわゆるなんだっけ、お姉系の人たちとか、はるがみさん、マツコさん、ミツさん、女装系の人たちも、あの人たちはやっぱりどっかおかしいんだと。だからでもおかしいけども一生懸命頑張ってても面白いねっていう話になってくる。そうするとそれと同じように、同性愛の人たち、いわゆる性的マイノリティの中でも多数派であるはずの同性愛の人たちも、実は世間一般のメインストリームの理解の中では異常な人たちとして考えられている。つまり病気の人たちなんだと、つまり僕らと違う人間なんだと、まあ、みんな違うことは違うんだけれど、違う、そういう意味での、そういうレベルの違うではなくて、違う人間だから、それをまず主体として許すのかどうかっていう話になってきてる。事実として存在して、それは許すも許さないも、てめえなんか許されたくないっていう話じゃなくて、許すか許されないかっていう、その判断基準をやっぱりメインストリームの人たち、メインストリームの人たち、どこにいるか本当は分かんないんだけれども、いわゆるそのヘテロセクシュアルの人たちに委ねざるを得ないような状況というのができてきてるんだよね。でそこから結局その盗作と、つまりその性的マイノリティの人たちが実はマイノリティでも何でもないんだというところに行き着くんではなくて、マイノリティだから病気なんだ、変なんだ、だから許さなくちゃいけないというパターンに入ってきてる。そうするとこれ世界の基準とは全く逆の方向に日本の社会っていうのは進んでるってことだね。世界が、その同性愛の脱病理化をして、で その後現在の課題っていうのは、そのトランスジェンダーを、要するに性別を移行する人をどう脱病理化していくかと、要するに病気じゃないんだよと、まあ精神疾患じゃないんだよって形にしていくことに、この、まあ、多分10年ぐらいはもう明らかにそういう方向性になってるんですね。要するに同性愛の脱病理化の次はトランスジェンダーの脱病理化だと。ところがその10年間に日本は懸命になって、性別を移行する人の病理化をこぞって進めてったというのが、石原発言がそれだったわけでしょ。そうだから、石原さんの中にもその同性愛の人もやっぱりその、どこかがこう欠けてるっていうか、欠落してるっていうのがある種のやっぱり病っていう、それでかわいそうだって言ってるますでしょ、はい、遺伝とも言ってます。だから先天性のある種の疾患みたいな、イメージをどうも彼の中にはある、うん、だからおそらく彼はかわいそうだと思ってても、自分がその差別弾圧してるつもりは多分ないんで、要するに病気として許してあげると、病気として憐れんであげるっていう形になってるんですよ、多分彼の頭の中で。マジョリティの主体は全く揺るがない、うんうん、だけどそれは今山田さんおっしゃったように、やっぱりずっとそういう方向性っていうかがあるわけです。でこれちょっとここを流していいのかな、まあ、もしあれだったら行ってみてから考えます。